皆さんこんにちは、インスパイネクタです。今日はですね、ネットビジネスについて語りません。実はですね、私、数学科の方を卒業してまして、別に名乗る必要もないんですけど、数学コンサルタントっていう風に、たまには名乗ろうかなということで、数学のことに関してちょっとお話ししたいと思います。実は、テーマはですね、100までの素数の数え方っていうことについてですね、話をしたいと思うんですけど、ちょうど実は、うちの息子がですね、小学校5年生で、今素数とかですね、こういったことを習っていて、実は素数っていうのはですね、大学に行くと嫌というほど素数っていうことに関して、数学科なんかはですね、勉強するんですけど、実は数学をやっていく上で結構大事なですね、概念というか、考え方でして、この素数でつまずいてしまうとですね、この後ですね、すべてつまずいてしまうと言っても過言じゃない。例えば、公約数とか、例えば、約分、通分とかですね。こういったものも、結構、ここら辺が、大事だったりします。ということで、今日、素数のことについて、話をしたいと思います。まずですね、一般的には、おそらく一般の方がご覧になっている方多いと思うので、ちょっと素数とは、どこからちょっと話しますね。はい、素数とは、1と自分自身以外に正の約数を持たない自然数で、1でない数のことであると。ちょっと何を言ってるかわからないかもしれませんが、正の約数の個数が2である自然数と言い換えることもできる。というふうに、Wikipedia の方に書いてあるんですけど、小学校風にわかりやすく言えば、1と自分自身でしか割れない数を、素数と言います。例えば4っていう数だったら、4は1と4、自分自身でも割れますが、それ以外に2でも割れますよね。それはダメだと。1と自分自身でしか割れない。つまり1と自分自身の2個でしか、割れる数が2個しかないものを素数と言い換えることができます。ここで例にありますように、2、3、5、7、11などがそうですね。1は入りません。1は1と自分自身も1でなるんですけど、2個ならないので、1だと1個しかないので、1は入らないというふうになっています。なので、2、3から始まっていきます。2、3、4はダメですね。で、6、6は2でも3でも割れるかダメだと。8は2でも4でも割れるかダメだと。9も10もダメですよね。ということで、次11というふうになるわけなんですけど、これに関して、どうやって素数を探していくかときに、こういう探し方があります。はい。エラトステネスの古いっていうのがあります。これ私、こんな言葉はですね、初めて聞きましたし、なるほどなと思った。当たり前のようにやってたんですけど、こういったものがあります。これちょっとね、こういう専門的なことを書くとすごい難しいので、具体的に話した方がわかりやすいので、それが教科書に書かれていました。息子の教科書を見ますと、エラトステネスの古いっていう言葉が出てきてました。こんなの習ったかなと思うんですけど、出てました。で、1から100までの素数を次のような手順で求めてみましょうと。まず1を消す。次に2を残して2の倍数を消す。3を残して3の倍数を消す。いう形ですね。で、じゃあ2、3までいいんだけど、この後どうなるのかっていうのがちょっと書かれてないですね。4を残して4の倍数を消すって、4だともう2の倍数だから消えてるはずなんですよね。だから次を、5になっていくわけなんですけど、ここがちょっとね、省略してあります。で、このようにしてって書いてるんですけど、このようにしてわかるのかな、残った数のうち、最初にあるものを残して、その倍数を消していきますと。この方法を使うと、2、3、5、7、11というふうに素数だけが残ります。この方法で1から100までの素数を見つけてみましょうということがあって、このページの下のところにね、こんな図があります。この方法は古代ギリシャの数学者、エラトステネスが考え出したと言われ、その名前を取って、エラトステネスの古いと呼ばれていますと。いうことで、1から100までの数字がここに書かれてるんですけど、これ見て、実はこのね、縦線をこのように引いてあるんですけど、これで果たしてわかるのか、もしくはこれね、2、4、6の列を引いてるんですけど、これ2の倍数ってとこまでやってるんです。1を消して2の倍数ってとこまでやってるんですけど、ここからね、子供の、教科書を見ると、特に作業した様子がないんですね。でここがね、実は重要で面白いのになと思うので、なんでこう戦争を教えないんだろうとね、僕は思うんですよ。で、ここにね、すごいいいこと書いてるんですよ。6つずつ区切った表を使うと素数が見つけやすいよと。
なんで見つけやすいのかなって、これの答えをね、教えてあげなきゃいけないんですけど、これ素晴らしいなと思って、僕ね、これ6になってるの素晴らしいな。この6、普通10で区切るじゃないですか。1から10までで、10×10 のマス目を作りがちなんだけど、6がね、大事なんですよ。で、これがね、なんで説明しないんだろうと思って、僕が作ってました。はい、では、これどういうふうにやるかっていうことで説明していきたいと思いますが、まずね、こちら。100までの素数に丸をしましょうということで、このようなね、1からの100で丸していくのはちょっと大変なので、さっきのですね、エラトステネスさんのやり方でやっていきたいと思うんですけど、ちょっと私のは違います。これ1から100までの素数に限り、もっと簡単なやり方があるんですね。もっと簡単だし、小学5年生が見ても面白いと思えるような、素数の見つけ方っていうことで今日お話ししたいと思うんですね。で、なんでそれが通用するかってことは後で話します。では、順番にいきますね。まず、一つ目、1は消しますと。1は素数じゃないので、1は消しますね。次、2番目。ここ、横に見ていきます。2、2の倍数を列で消すということで、これ2、ね、この縦ずっと見ていくと、2、8、14、20って、これ全部2の倍数ですよね。偶数なので、これは全部2を除いて素数ではないので、ビューって線で消しますと。ね、簡単ですよね。次、3。3も、同様にね、こう3、9、15、21、20なんて、こう3の倍数になってますよね。なんで3の倍数か後で話します。これ消します。次、4です。4のとこ行きます。4は実は倍数にはなりません。4、10、16、22っていう風になって、これ6飛ばしになっているので、高校で習う等差数列、4で始まる等差数列、4の始まり、等差が6の数列なんですけど、まあ、そんなんどうでもよくて、こう見たら、4、10、16って全部偶数だから、ここも4の列も全部消えますと。ね、素数にはならないですよってことで消しますと。で、次ね、まあ、1、2、3、4って来たの、次5の番なんだけど、ちょっと5は置いといて、まず6に来ます。6。これは6で、横に折れていってるので、6は、6の倍数になっています。6、6、22、6、3、18、6、4、24っていうふうになってるので、これも96まで全部消します。ね。ここまではちょっと簡単なんですけど、ここからがね、実はすげえ面白いんですよ。どうやってやるかっていうと、さっき飛ばした5なんですね。5は、よーく見ると、よーく見てほしいんですけど、よーく見ると、ここに5があって、斜め見るとここに10があって、斜め見ると15があって、20があって、25あるんですね。つまり、5、10、15、20、25が、こう、対角線のこの斜めに綺麗に揃ってある。つまり、こうなります。なので、ここから斜めに消していきます。5の倍数も当然素数にならないので、消していきます。5は残しますね。消します。で、25までいったらどうなるかっていうと、ビューっと今度こっち行くと、ここに30がありますね。だから30から35、40、45、50、55っていうふうに消していきます。こうですね。で、同様に、今度60からなので、消していきます。ここに消えます。で、同様に、こうやって90から100まで消えます。これで、今、1、2、3、4、5、6まで、6と5順番逆でしたけど、6までやったことになります。で、続いて、同様に7をします。7も、よーく見ると面白いんですけど、7、14、21、28、35、42っていうふうに、7が並んでいます。7が並んでいます。なので、ここも消していきます。7を残して消していきます。そして、続いて42の次は7149なので、ここですね。49、56、63、70、77、84と消していきます。さらに、84の次は84たす7は91です。ここですね。91、98っていうふうに消します。実は、これで以上なんですよ。これで100までの素数が出たんですね。じゃあ実際に、線が入ってないものを抜き出してみると、こうなります。はい。2、3、5、7、11、13、17、19、23、29、31、37、41、43、47、53、59、61、67、71、73、79、83、89、97ということで、素数は全部で25
100までにあるということで、これで正解です。つまり6までの、ごめんなさい、100までの素数の数え方、見つけるには、このようにして見つけると、漏れなく、見つけることができる簡単な方法です。では、なんでこれ6がいいかって話なんですけど、これ面白いですよね。実は6の1つ少ない数が5なので、これ6ずつやってると、5の倍数でいくとですね、1個ずつ、ここまでで5で、次に1、2、3、4、5っていうふうに1個ずつ余りが2、余りが3って出てくるので、6で基準にしたことによって、5の倍数が斜めに1個ずつずれていくことになるので、5の倍数が見つけやすいんですね。で、一方で7っていうのは6より1個大きい数字なので、今度は逆に、6でくくると1個余るので、1個余って2個余ってということで、やっぱりこう斜めに出てくるんですね。ということで、このように消していくと、100まで、このように消していくことができるんですけど、本来であれば、さっきのですね、何さんでしたっけ？この方ね、お偉いさんの、エラトステネスさんの話に行くと、実は続きがあって、ここの次は7の後はもう8、9、10がダメな、この11の、倍数を探していくことになるんだけど、11の倍数って、11×1234はもうすでに、倍数で全て終わってるので、結局11の次の倍数、例えば 11×7、11×9、これ 11×9 は99なんですね。つまり、11の倍数で次に素数として現れるのは、もう11、このね、100以上で出てくるのは 11×11 が最初なので、もう121なんですね。だから100までに出てこないんですよ。これが、200までだったら、この数え方でやってももう限界があるんだけど、100だったら OK なんですね。7でもね、7×、ここが、マックスがここなんですね。98まで行きましたけど、ここまでなので OK なんですね。で、当然13になると、13×2 は26、13×3 は、当然3の倍数だからもう5の倍数だから13個もあって、13×7 もこれ91で、ここまであるわけですね。ここでもう消えちゃってるわけですね。なので、13があるとしたらもう 13×11 しかないので、そうするともうね、10以上になってて、13×11 だともう141になりますよね。なので、ここの表にも入らないということで、これで数えられるんですよ。で、意外にこのね、斜めでこう消していって、右と左と斜めで消していって、100までこうやって数えられるって、この数字の面白さっていうものが、これで分かったらいいんじゃないかなと思って、私も息子に教えました。で、なんでこれがっていうことを考えると、実はね、結構めんどくさい話なんだけど、まずはこのように線を引いてですね、100までの素数を丸できるようになってほしいんですね。2、3、5、7と。で、2、3、5、7という100までの素数25個を覚えるっていうことを、まずやっていただいて、この線を引いて覚えること、丸をつけて覚えてもらったら、次はこのサラでね、サラで自分でこうやって線を引かないで丸つけるようになっていただきたいんですね。そのような手順を踏むといいと思います。で、注意すべき数字が100までに4つあります。4つ。これですごい重要。この4つの数字は覚えておくといい数字。何かっていうと、ここにあります。51、57、87、91は素数ではない。これが特に間違いやすい4つです。で、51ってのは、17×3 ですよね。17×3 なんですよ。そうすると、これ、九九に入ってこないんですね。九九は81までですけど、九九に入らない 13×7 で、51って数字が九九では出てこないので、一見パッと考えて素数かなって思っちゃうんだけど、素数じゃない。まあ、素数じゃない見分け方に、まあ、この二つの数字を足して、3の倍数だったら、素数じゃないので、まあ、5たす7が6なので、3の倍数なので素数じゃないんですよ。57も5たす7が12だから素数じゃないんですね。なので、同様に57は、19×3 ですか ?19×3 なんで、これもちょっと難しいですけど、素数じゃない。そして87。これ難しいですね。29×3 ですか、だけど、やっぱ3でね、覚えてほしいんですけど、一番難しいのが91なんですね。91は、難しい。13×7 なんですね。素数かけ素数で 13×7 なんですね。これが100までで素数と間違いやすい、4つですので、これは特にテストに出やすいので覚えておくといいと思います。つまり、約分、通分ができるときにね、この辺が大事になるということですね。
はい。ということで、今日はですね、100までの素数の数え方について勉強しました。インスパイアの方でした。ありがとうございました。